皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。本日はエネルギー酸性栄養素についてお話ししていきたいと思います。エネルギー酸性栄養素という言葉ご存知でしょうか？栄養のお話をするためにはですね、切っても切り離せない大切な栄養素のお話になりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。エネルギー酸性栄養素は3種類あるんですけれども、その3種類は何かと言いますと、炭水化物、脂質、タンパク質、この3つをエネルギー酸性栄養素というふうに呼びます。エネルギー酸性栄養素イコール3大栄養素という認識で間違いありません。で、なんでそういうふうに呼ばれるのかと言いますと、この3つの栄養素はエネルギーを生み出す働きを持っている栄養素だからです。なので生きていく上ではこの3つはなくてはならない栄養素になります。最近では低糖質とかローカーボとかケトジェニックとかローファットとかですね、トレーニングされている方だったら高タンパク質食とか、この3大栄養素のバランスを変えたりだとか、そういったダイエット方法とかもたくさんあるかなと思います。なんでその3大栄養素の量を調整するダイエットがあるのかというと、エネルギーを生み出す栄養素だからです。エネルギーというのはつまりカロリーのこと。カロリーが体の中でエネルギーになる、いわばガソリンのような働きを担っている栄養素なので、この3つを制限することで相対的なカロリーを抑えてダイエットしましょうっていうような、そういう方法になります。この3つの栄養素はどれも人間の体にとってはなくてはならない栄養素です。まず炭水化物。炭水化物っていうのは糖質と食物繊維を合体させた総称になります。糖質と食物繊維っていうのはそれぞれ違う働きがありまして、糖質が 1g あたり 4kcal を持っていて、主に体を動かすためのエネルギー源として働いてくれます。食物繊維はエネルギーにはならないんですけれども、体の血糖値の調整とか排便の観点で働く栄養素です。脂質は 1g あたり 9kcal ありまして、エネルギー酸性栄養素の中では一番カロリーを持っている栄養素です。高カロリーというイメージであまりいい印象を持たれないことが多いんですけれども、実は体にとっては重要な役割を担っていまして、ホルモンを作ったりだとか、コレステロールっていいイメージないかもしれないんですけれども、体にとっては必要な成分なので、コレステロールの生成に関わったりだとか、潤滑油のような働きを担っていたりだとか、すごくたくさん重要な役割を持っています。もちろん体を大きくしたいとか体重を増やしていきたいなんていう方にとっては、少量でしっかりエネルギーを取れるっていうところで効率の良いエネルギー源として使っていただくこともできます。3つ目が、タンパク質なんですけれども、 1g あたり 4kcal、 糖質と同じカロリー量を持っています。タンパク質は私たちの体のいろんな部分の材料になっている栄養素です。髪、肌、爪、筋肉も臓器もそうですし、血液の成分だったりだとか、もっと深くいくと遺伝子の成分だったりとか、体のほとんどがタンパク質が原料でできています。で、ここまでお話ししたように、炭水化物、脂質、タンパク質っていうのは体にとっては重要な役割を担っています。どれかの栄養素を極端に制限してバランスを崩してしまうような食事の方法を続けることは、私は正直言っておすすめしません。健康的な食事をしていく上では、どういうバランスで3つの栄養素を組み合わせたらいいのかっていう話になるんですけれども、この3つの栄養素のバランスのことを PFC バランスというふうにも呼んでいます。理想的な PFC バランスについては別の動画で詳しくお話ししておりますので、そちらも参考にしていただけたらと思います。ではですね、今回はですね、エネルギー酸性栄養素についてお話しさせていただきました。エネルギー酸性栄養素とは何かといったら、炭水化物、タンパク質、脂質、この3つの栄養素のことで、生きていくために必要な栄養素であるっていうところがまず1つと、それぞれが重要な体の中での役割を担っているので、どれかを極端に制限したりだとか、極端に増やすといったような食事を続けるっていうことはおすすめしないっていう、この2つのポイントを今回はお伝えできたらなと思って動画を撮らせていただきました。この動画が少しでも参考になったら嬉しいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。